こんにちは。タイランドエリートインフォメーションセンターがお送りするタイランドエリートの解説動画です。解説を担当するのは YouTuber やっぱジャパンのタカです。旧会員権についてご説明いたします。タイランドエリートは2003年にスタートしたタイ長期滞在プログラムですが、2003年にスタートしてから何度か内容を変更して現在に至っています。スタート当初のメンバーシップは現在とは若干形態が異なり、障害メンバー制度でした。またメンバー特典も異なり、毎日1回ゴルフ無料、毎日1回マッサージも無料、年1回健康診断も無料という夢のような内容でした。当時入会なさった方の中で会員権が不要になった方が会員権を売却なさるケースも出ております。こうした会員権は最近では人気が高まっており、数は多くないのですがプラチナカードとして売買されております。この旧会員権の売買については、国営企業は取引には関与せず、名義変更のみを有料で行います。売買についてはあくまで個人間売買として、ご家族やお知り合いの間での取引となったりする場合が多いようですが、時折当センターに売却希望者様からの問い合わせが入ることがあります。旧会員権の売買は通常の商品売買と異なり、購入希望者の入会申請を国営企業に提出し、入国管理局の審査を経ての売買となるため、数ヶ月の期間も必要となります。そのため売り主・買い主の双方が安全に売買取引を行うために、仲介会社の利用が必要です。当センターではエスクローも伴う安全な取引成立のお手伝いも行っております。タイランドエリートのお問い合わせはこちらになります。お気軽にお問い合わせください。なお、タイランドエリートインフォメーションセンターでは独自のご入会プレゼントプロモーションを実施中です。もれなくザ・モールのギフトバウチャー、ロゴ入りラゲージタグが当たるほか、3ヶ月ごとに素敵な商品が抽選で当たります。詳しくは表示の QR コードよりご覧ください。